小室圭と眞子様の結婚問題で金銭トラブルの件について元婚約者が文書でコメントを発表しましたね。なぜか元婚約者が一方的に悪いみたいに報道されていますが、金銭トラブルについての現状を元婚約者が文書としてお気持ちを公表されました。9月末には小室圭さんが直接元婚約者と交渉するということも報道されましたが、これも一方的に報道されたということも分かりましたね。そもそも金銭トラブルが解決しない一番の原因は小室圭さんの体調が治らないということが原因なんですよね。足を痛めたことに関しては松葉杖をして出歩いている姿が目撃されているから、別にそれが原因でないことは確かですよね。しかも松葉杖は地面についてないということも判明しましたが、小室圭さんは外出はできるけども会話ができる状況ではないということなんでしょうね。そもそも小室圭さんが元婚約者にお金を支援してもらったわけで、その感謝の言葉だけをくださいと元婚約者は言ってるわけです。しかもそもそもはお金すらいらないし、お礼だけでも欲しいという趣旨を伝えていましたが、小室文書を発表して、それから4日後に解決金を払いたいから交渉させてくれと小室圭さんサイドから言ってきたんです。それで元婚約者は驚いて向こうから解決金について話し合いたいというなら分かりましたということで、会いましょうという話をしたらそれから無視されてるわけですね。しかも話せる状況ではないからということで、言い出しっぺは小室圭さんからなんですよね。それなら小室圭さんは話し合いの場に出せないけども、小室圭さんが直接話し合いますよと言ってきたわけです。それで元婚約者は、まず小室文書を書いた後に、解決金を払うことになったお気持ちとか、なぜそういうことになったのか、まず文書で教えてもらえませんかという話だったようです。元婚約者って何も悪いことはしてないと思うんですけどね。それなのに、メディアはずっと元婚約者を悪者にして報道していますよね。それになぜか、刑事告発の件を報道しないのも気持ち悪いですよね。この辺については、虎ノ門でも矛盾点を武田恒也さんが話していましたね。刑事告発の流れというのは以前からね、そういうのが出てくるんじゃないかというのは言われていたわけなんですね。年金の不正受給はもう何年も前から言われているわけですね。でやっぱりこの、いや違うんだったら違うと言えばいいし、なぜこの黙り続けているのかということで非常に多くの人は疑問に思ってたわけですよ。佳代さん、お母様が黙ってたとしても、これ小室さん説明すべきじゃないかっていう話もあるので、小室圭さん自身も説明を結構求められてたわけですよね。これずっと無視し続けてきたわけです。そうするとこれで、将来の天皇の義理の兄になる方、小室圭さんと小室佳代さんは、お母さんと息子さんですから、同一人物ではないわけなんですね。お母さんが仮に何か変なことをしたとしても、それは息子さんのせいではないだろうと、いうふうにですね、いう向きもあるんですけども、年金の不正受給があったならば、その小室さんにも当然生計を同じなわけですからね、親子で一緒に住んでるわけですから、それは小室圭さん自身もそれを使ってると見るのが普通なわけですから、で黙ってるってことはやっぱり不正してたのかしらというふうに思われちゃうわけですね。なるほど、確かにそうですよね。遺族年金不正受給にしたって小室圭さんの問題かもしれないけども、そのお金は結局は小室圭さんの学費だとか生活費とかにも使われてたわけで、全く関係ないとは言えないわけですね。ちなみに小室圭さんの代理人弁護士は、女性誌の取材に対して小室圭が母親に代わって元婚約者と話すことを提案して、先日お返事をいただいて先方も理解してもらっているので方法等について調整中ですと、あたかも元婚約者が了承したような嘘を答えているんですよね。弁護士が週刊誌で嘘のコメントをするって弁護士失格ですね。なぜありがとうという一言が言えないんでしょうか。別に感謝の言葉を述べるだけなんだから、体調が優れてなくてもできると思うんですけどね。普通はあの時はお金を支援してくれてありがとうねという話をするだけですからね。ただ小室圭さんはお金は借りたという認識をしているから会えないのではないでしょうか。元婚約者っていうぐらいだから、婚約中にお金を貸したというか2人のお金という認識になるのは普通だと思うんですけどね。それが婚約破棄になったんだから、それはお金を貸したという話し合いになったのも何も不思議がないと思うんですけどね。せめて感謝の気持ちを述べて、確かに借りたものと主張したいのはわかるけども、あの時は生活費に使ってくださいと言われたし、お金を返すわけにはいかませんとか、何かしら自分の主張とかできると思うんですけどね。弁護士が同席して話し合いをするんだろうから、あまりにも変なことを話しそうになれば代理人弁護士が軌道修正することもできるだろうし、それすらもできないってよほど小室圭さんは制御不能なほどヤバい人だってことになるんですかね。それに金銭トラブルがまだ何も解決しないのに結婚を急ぎすぎたのも問題ですよね。この結婚会見について虎ノ門でも武田恒也さんがありえないと怒っていましたね。私もびっくりしたのは、10月1日に宮内庁が10月26日での結婚を発表しちゃいましたよね。
でその後で手続き全部終わった後で会見を開くって言うんですけども、え、会見ってそういう会見だったのって話ですよ。小室ペーパーが出て、みんな納得しないでどうすんのと、それでも行くのかって話になった時に、やっぱ小室さんはちゃんと日本に帰って会見を開いて疑惑とかに答えてちゃんと説明する義務があるだろうというふうに言われていたわけですね。でお父様も天皇陛下もそうですよ、国民から祝福、国民が納得し祝福される環境を整えなくてはいけないということ、そういう課題をしっかり与えられたわけですから、ペーパーを出して響かなかった、じゃあ、あの会見を開いてちゃんと説明してもらう、でそれで国民が納得すれば、あ、疑念は晴れたとなって、じゃあ、ね、幸せになってってなったかもしれないし、あ、何言ってんの全然納得しないよとなったかもしれない、それは会見によってですね、小室さんのちゃんと力量が試されるはずだったわけですよね、はい、それでもって、あ、これ納得感が広がってきたなということで、じゃあ結婚しますっていう流れなのかなと思ったら、10月1日にいきなり宮内庁が結婚を発表しました、で会見する、いやそんな会見だったらもういらねえんじゃねえのみたいな風にも、そうなってしまったらもう、あの疑惑を突っ込む意味すらないというか、まあ確かにその通りですよね。結婚会見ではなくて結婚事後報告会見ですからね。そんな会見だったらやる意味ないですよね。もう入籍が終わった後で報告するだけだから、刑事告発されて逮捕されたとしても、結婚してからの会見だから、もう祝福コメントしか寄せ付けないつもりなんですかね。お金がないから、奥の総合法律事務所から支援してもらいながら、フォーダム大学に行ったはずなのに、なぜか弁護士を雇うお金があったり、どっからそのお金が出てくるのかとか、いろいろと疑惑がありすぎですよね。ちなみに小室圭さんはコロナの待機期間を終えたようですね。眞子様の行事に付き添いで行かれるんですかね。二人は早く会いたくて仕方がないでしょうからね。ただ12日は、眞子様は昭和天皇のお墓を参拝して、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻のもとを訪れて結婚の挨拶をするようですね。まあ小室家はさすがにここにはいないようですが、上皇ご夫妻は初孫の眞子様の複雑性 PTSD と診断されたことについて大変心配されていると声明を発表されています。中学生から PTSD で悩まされていたんですよね。なのに上皇ご夫妻も今回初めて知らされたんですかね。なんでこんな結婚するタイミングで初めて告白したんでしょうね。これから結婚しようとしているのに心配材料をあえて公表して、宮内庁は間抜けとしか言いようがないですね。ちなみに宮内庁は今回の元婚約者のコメント発表に申し上げることは特にないと答えたようですね。たださすがに刑事告発が受理されたら、メディアも宮内庁も黙ってるわけにはいかないでしょうね。ただこれにはかなり圧力がありそうで、この辺の実態について虎ノ門で武田恒也さんが解説していましたね。これ、まあ、告発したというところまではいいんですけども、ここから先どうなるかですよね。受理するかどうかですよ。受理せずに、まあ、一応ね、あの法律上は告発があればあの受理しなきゃいけないということにはなってるんですけども、でも実態は大半が跳ね返されるんですよね。で警察が受理するところ動くわけです。動いた上で、あの、その起訴するかしないかが、判断される。で不起訴となった時にはもうこれは検察審査会にまたこれ申し出て、起訴相当かどうかということを争うということになってくるわけなんですけども、ですから、まあ、ちょっとまず警察が、あの検察が本当に受理するのかなというところがちょっと気になるところですね。でただね、ちょっと私これ極めて政治的な意図が働く可能性も見ないといけないと思っていて、今の宮内庁長官って警察出身ですから、でしかもあの、事務担当官房副長官ね、今回新たに就任した栗生さん、この方も警察出身ですよね。となった時にもうこの問題もう触るなというような、彼らがそういう意向だったならば、動きにくいところがあるんじゃないかなと思いますよね。あとはもう、警察と検察は違うので、その検察を配下に置いているのは法務省ですから、警察が嫌がっているのを法務省が検察を動かして踏み込むかどうかですよね。なるほど。宮内庁長官だけではなくて内閣官房副長官の栗生氏も元警視庁長官だったんですね。なんか警察に圧力をかけられる人間を近くに置くというのは、お前の役割は分かっているなという感じで、なんかいやらしいですね。ただ検察が動くかどうかは法務省にかかっているということですね。最近法務大臣になった古川大臣は結構保守色が強いみたいだから、もしかすると受理をして捜査に動き出す可能性があるかもしれませんね。それにしても宮内庁は元婚約者のコメントに関係ないというスタンスですが、そもそも眞子様も金銭トラブルに関わってきたんだから今更関係ないはないですよね。もう宮内庁の対応がめちゃくちゃですね。今までは新聞メディアだけで押さえていたら大丈夫だったかもしれませんが、新聞越しもはっきり言って今では発行部数も激減して、影響力が週刊文春以下にまで落ち込みましたからね。むしろ週刊文春のネタを扱って深掘りとかそういった感じで、週刊誌の下請け的な存在になってきていますよね。毎日新聞なんて有料版で
公になっている記事を紹介したりしているぐらいだから相当落ちぶれていますよね。それにしても結婚事後報告会見まであと2週間ほどですが、あなたはこのまま結婚すると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。